Lives Technology。 ここからは Lives プロジェクトセッション Lives×テクノロジーです。それではプロジェクトメンバーをお呼びいたしましょう。川田テクノロジーズ株式会社川田忠宏さん、オリー研究所吉藤オリーさん、どうぞステージへご登壇お願いいたします。ようこそ、ようこそ、ありがとうございます。今日はお二方に、デモンストレーションを行っていただきますが、まずはテクノロジープロジェクトチームのデモンストレーションムービーからご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあ、皆さんいらっしゃいませ。テレバリスタへようこそ。本日はミカちゃんの操作する織姫がこちら川田ロボティクスさんのロボットネクステージと合体し、皆様にコーヒーをお届けするデモンストレーションを行いたいと思います。あ、こんにちは。はい、こんにちは。ご家族お待ちくださいました。ご注文お伺いいたします。お好みなどございますか？ちょっと今日ミーティングが多かったんでちょっと疲れてるので、ちょっとこう一服感が出るようなコーヒーをお願いします。かしこまりました。あの、会議お疲れ様です。ではサービスをお楽しみください。ネクステージが動き出すと胸元のペンダントが光ります。ニカラグア産のコーヒーとミルクチョコレートでございます。
オーダーを取る係だとか、前で、まあ、今日私が喋ってますけど、その代わりにこれ喋る係であったりとか、なんかお話みたいなことをやるとね。すっきりめのコーヒーと、じゃあすっきり、すっきり、はい、はい、カプセル、はい、どうぞ。お待たせしました。はい。ナイス。ナイス。はい、じゃあ、ありがとう。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。Thank you. 素敵。うん、ナイス。ね、美味しい。はい、Thank you. ありがとう。ありがとうございます。はい、行ってきます。はい、今のビデオは本当出来たてでして、もうつい先日なんですけど、結構いい感じで分かったと思います。午前中にですね、私の方からプロジェクトの紹介で、障害は技術で超えられるというふうに申しましたが、このテレバリスタはですね、本当に非常にいい事例だと思います。ちょっとよろしければ吉藤さんの方から少しフォローしていただければ。はい、オリー研究所の吉藤です。はい、ですね、今見ていただきましたのが、織姫というですね、この小さい、ロボット、織姫というロボットと河原テクノロジーズさんのネクステージという大きなロボットを合体させて、サービス名テレバリスタというですね、ものを作ったということが今回なんですけれども、そのテレバリスタ、すなわち遠隔でバリスタができたらいいよねっていうことなんですよね。今回のコロナに関係なくですね、もともと私はこういった遠隔操作型のロボットを作ったりしながらですね、車椅子があったとしても、そこに参加することができない、さまざまな障害が、今はね、まさにコロナによって全員障害を持ってるかもしれませんけど、そのもともと外出困難だった人たちがどうやったら社会に参加することができるかっていうことを、ずっとやってきていたと、いうところで、分身ロボット、こういうものを使って入院している子が学校に通ったりしてたんですけれども、じゃあ働けないかということで、3年ぐらい前から働く研究を始めて、分身ロボットカフェという、これくらいのね、身長のこの織姫が、カフェで働いてオーダーを取って、それをコップに、コーヒー入れてもらったものを持ってきてこう渡すというところまでは今までやってたんですよね。でそういったことを、働いているメンバーは例えば ALS だったりとか SMA だったりとか難病とか、脊損だったりとかっていうような、重度障害を持ってて動けない人たちが、もう一個の自分の体を使って社会で働いてお金を得たりとか友達を作ったりしようっていうプロジェクトの中で、先ほど、この織姫が2台下とね、肩の上にいたと思うんですけど、今回のテレバリスタプロジェクトっていうのは、そういった外出困難な2人が、しかも自分の手を動かすことも難しくなってしまったとしてもね、片方の美香さんは ALS なんですけれども、そういった人が自分のね、もう一つの体を使ってもう一回、もともと2人が働いていたコーヒーショップ、そのバリスタの仕事を行えないかと、こういったことを今行っているプロジェクトです。ライブズテクノロジープロジェクトでは、今後支援技術に関する、世の中にもっとこうあったらいいのにというアイデアだとか、テクノロジーでインクルージョンを実現するというアイデアを募って実現していこうという取り組みをやっていきたいと思っていますが、吉藤さんはもう今までにも本当にたくさんのアイデアを実現させていらっしゃいますよね。そうですね、もともと寝たきり状態の友達が結構いたということもあって、私自身昔3年半ぐらいですけどね、入院とかで学校に通えなかった時期があって、あまりにも孤独だったので、どうすれば孤独って解消できるのかってことをすごく考えてて、
だからそれって別に今回のコロナによって分かった全人類がそうなる可能性全然あり得るし、我々だって将来はいい老人ホームに入れたらいいなじゃなくって、きっとなんかね、周りに誰かしら友達でも来てくれた方が絶対いいじゃないですか。じゃ孤独な人、まあ、例えばすごく、経済的には成功したんだけど孤独になってしまってるおじいちゃんおばあちゃんを見てきたし、一方で別になんだろう、そういう、ね、家族もいないとか経済的に成功もしてないけど毎日友達が家に来てくれて賑やかそうで楽しそうな人たちもいるし、この差は一体どこにから生まれるんだろうってことはすごく関心分野で、それに伴ったじゃあこういうこともできたらもっとそういう人たちが社会に参加したりとか友達作ったりできるよねっていうところのテクノロジーはね、いろいろ作ってたりします。まあ織姫もそうですし、あとあ例えばちょっと見えるかな、こういうねポストカードを作ってたりするんですけど、このポストカードはまあ、すごく、ね、絵なんですけど、これ描いた方ってALS の方で視線だけで描いてるんですよね。今視線入力でこういった絵が描けるように、なっているような意思伝達装置、まあ、あと視線入力のコンピューターというふうなものを作ったりとか、まあ、その他いろいろそういった人たちと一緒に住み、まあ、遊んだりとかたまに一緒に住んだりとかしながらですね、いろんなものを作ってると。まあ、なので障害はね、テクノロジーの敗北であるってよく言うんですけど、要はこういうものがあったら全然障害だから、要は障害って何かっていうと困ってるかどうかじゃないですか、ね、別に障害者手帳を持ってるかどうかっていうよりは、要は困ってたら何とかしようっていうふうに考えて文明っていうものは作られてきたので、まあ、私や河田テクノロジーさんとね今一緒にやらせていただいてます、そういったテクノロジーというものを使ってさまざまな障害はね克服していけるとそう思ってますね。ありがとうございます。実は私自身も、このメガネ取っちゃったら実は障害を持っているっていうことなんですけど、まあ、このメガネっていうテクノロジーがあるから普通に生活してるっていうことなので、まあ、まだまだいろんなことができるというふうに思います。ライブズテクノロジープロジェクトではこの垣根をどんどん低くしていきたいと思っています。で障害を技術で乗り換えるアイデアをぜひ、皆さんからですね連絡していただければと思います。特別にいいアイデアがありましたら、ライブズと関わりある企業とマッチングさせてですね実現させて、来年のライブズで発表していきたいというふうに思っています。応募先については後ほど出るんですよね。こちらですね。あ、出てますね。Go Beyond X Prize という素晴らしいことを考えておりますのでお願いします。はい。そうですね。まあ、本当に今までねこういうことできないっていうふうに思ってるかもしれませんけれども、今このインターネットっていうものができた時代ってできないっていうこと自体を発信するっていう声自体がすごく今貴重な価値になってたりするんですよね。あ、それ俺もできないっていうふうに気づけるっていう点もありますし。我々だって空飛べないわけですよ。でも多分私以外全員空飛んでたら私は障害者だと思うんですよ。つまり自分ができないっていうことに、つまり我慢してるってことに気づけるかどうかっていうのって今その時代すごく大事で、そういった意味で、まあ最近なんか例えばね私の作った名刺ケースとかもこれにここにカメラがついてて、自動で読み取ってクラウドに上げてくれるので、例えば手は動かない人ってこういったものを私がこう写真名刺並べて写真撮らなきゃいけなかったんだけど、そういったことを全部自動でやってくれるものを作ってみたら普通に便利なものができたりとか、そういう何かできないっていうことと、じゃあそれテクノロジー的にどう解決できるかっていうことをね組み合わせることによってさまざまな問題が解決していくと思ってます。はい、ぜひ、どしどし応募していただければと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。